今週もお疲れ様でした。一週間の主なニュースをお伝えします。2日、6日、ロマンスカー、VSE、5万型と、今年205系から E131系に置き換わった相模線を乗り継ぐ、小田急ロマンスカー VSE と JR 相模線 E131 系で行く。トライアングルツアーが実施されました。海老名電車基地では VSE の撮影、茅ヶ崎駅に隣接した車両基地では、引退した相模線205系500番台と E131 系の新旧相模線車両の撮影が楽しめたようです。同日には、箱根大名行列の開催に合わせ、相模61号、70号の運転区間を箱根湯本まで延長し、臨時68号、69号として運転されました。この列車は11月3日から20日までの土休日と26、27日に運転されます。7日、5000型第11編成目となる 5061F が営業運転を開始しました。 E18 運用が最初の営業列車となりました。第12編成目となる 5062F は12月に搬入が予定されています。5日、ララポート海老名前、海老名駅西口プロムナードにてバス利用感謝デーが開催されました。神奈川県のバス会社が集まり、車両展示やグッズ販売が行われました。小田急バスからは、上りと営業所の9257号車、キュンタラッピング仕様が展示されました。マスコットキャラクター、キュンタも登場しました。5日、FC 東京対川崎フロンターレの試合開催に伴い、武蔵境駅及び狛江駅から直行便が運行されました。以上、1週間の主なニュースをお伝えしました。